今回は視聴者さんからプレゼントが届いたので開封していきたいと思います。こちらの箱ですね。早速見ていきましょう。よいしょ。お、まずはこれから行こうか。ちょっとポコタンが完全に見えなくなったねこの袋見覚えあるね。ポコタン、これ見覚えあるね。前もなんかこの袋で確かお洋服がいっぱい入ってたと思う。こっちか、こうか。うわー、すごいお洋服入ってますねポコタン興味津々。あ、これリーのお洋服だね。これね、以前ポコタン着てたんですけど、サイズが小さくて着れなくなっちゃったんですよね。また新しいリーのお洋服が来ました。ありがとうございますこれもだね、スティッチのお洋服なんですけど、これもね、以前ね、これよりも一回り小さいサイズのお洋服でポコタン着れなくなっちゃってたんですよね。ワンサイズ大きいお洋服、スティッチですね。これめっちゃ可愛いんだよね。はい、続いてクマのプーさん、めっちゃ可愛い。これ大きいね。あんまりこういう大きいイラストのプーさんのお洋服ってないよね。ポコタン見て、これプーさんめっちゃ可愛いこれも可愛いね。なんかここがおしゃれ、すごいおしゃれ。ミッキーマウスのイラストがたくさん入ってる、可愛いね。いつもお洋服の紹介の時はポコタンテンション下がるんだけど、今日はまだイケイケですね。はい、続いてトイストーリーのキャラクターですね。めっちゃ可愛い。このキャラクターも結構好きなんだよね。ちょっとお洋服って理解したみたいテンション下がっちゃった。はい、続いて、あ、これもなんか以前いただいたことあるかな。なんかワンサイズ大きいタイプのお洋服ですね。ミニオン、かわいい。はい、続いてこちら、ポコタンこういう茶色いお洋服似合うんだよね。そう、もうね、ペットショップもそうなんですけどね、お洋服売ってるのがほとんど夏服なんですよね。だからね、こうやってね、これもそうなんですけど、袖なしのお洋服が多いんですよ、夏服はね。お、これは海の絵が描いてあるお洋服ですね。かっこいい。うわ、これめちゃくちゃ可愛いね。ミニオンミニオンなんだけど、ここ手がね飛び出てる。これめっちゃ可愛い。あと首元にバナナのイラストが描いてある。このミニオンも海の中だね。みんな泳いでるおー、夏っぽい怒りマーク、かっこいいね。これで片方終わりですね。この入れ物ね、確かもう片方あるんだよね。すごいよこれ、手作りの兜だって。ポコタン用に兜作ってみましたって書いてあった。ポコタン子供の日だったからね、この間ね。帽子はね、結構ねかぶり慣れてんの。こんな感じ、もう似合ってるねポコタン全然動じないねちょっとかぶっとこうか。はい、続いて、お、これは、お、大丈夫ポコタン、ちょっと首締まっちゃうか、外しとこうかはい、続いてこれビームス。これね、以前ね、これの黒いタイプのお洋服いただいたんですけど、サイズがすぐ小さくなっちゃってあまり着れなかったんですよね。それのね、グレーで、ちなみになんですけど、僕あまりにもあの黒いビームスが忘れられなくて、個人的に買っちゃいました。これ今ポコタンが着てるのがビームスなんですけど、これはね黒いタイプなんですよ。ここが特徴的、このワッペンね。こっちのねグレーの方も同じく、このオレンジ色のワッペンがありますよね。ちょうどねこのね、本当はグレーも欲しかったんですけど、僕が購入したところではこれ売ってなかったんですよね。ありがとうございます。パピーエンジェルのお洋服、これ以前視聴者さんからいただいて、ここのメーカー僕好きになったんですけど、かなりシンプルでおしゃれなんですよね。これもね、何も書いてないようなんですけど、ここにねちょっとした羽のマークがついてるとか、ここのパピーエンジェルがこのね、なんか羽のようなマークがロゴマークなんですけど、このねちょっとしたデザインがねおしゃれなんですよね。もうすごいスヌーピードーンと大きくイラスト書いてありますね、かわいい。これペットパラダイスのお洋服なんですけど、ペットパラダイスはペットパラダイスオリジナルと、あとこのね、これもそうなんですけど、スヌーピーと、あとさっき開封したミニオン、あとミッキーとか
ディズニー系ですねが結構服の種類として多いんですよね。はい、これもスヌーピーですね。かわいい。これもスヌーピーなんだけど、これすごいこだわってるね。このね、首元にもね、スヌーピーのイラストが書いてあるうわ、すごい。これバッグがついてる、このスヌーピーで。しかもそれだけじゃなくて、スヌーピーの帽子までついてる。すごいね、これ。もう完全に外のお出かけ用ですねはい、続いて J プレース。これはね、僕が好きなブランドですねこれもペットパラダイスに売ってるブランドなんですけど、 J プレスめっちゃ好きなんですよね。夏用のお洋服ですね。はい、これも J プレスですね。そういえばポコタン、夏用の J プレスのお洋服ってあんまり持ってないかもしれないですね。これ最後ですね。はい、これも J プレス。お、これいいね。なんか JP って書いてあっておしゃれすごいたくさんのお洋服、ここにこんもりしてますね。これは今後撮影の時とか、あと外での散歩で着させていただきます。ありがとうございます。さあ、まだまだあるので続いていきましょう。お、これはポコタンテンション上がるかもしれないよ。おもちゃこれはどう、ポコタン。もうさっきまでぐったりしてたのにちょっと気になっちゃった。おもちゃ、おもちゃ。あ、気になるね、これはね。あ、これなんか曲げてみてパキパキ音を試そうって書いてある。曲げると音なんの。おおおおお、すごいすごいすごい、パキパキ言う。びっくりしちゃったパニックだ。ごめん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 。あまりパキパキ音は聞き慣れてないからね、ポコタンね。何をするものなんだろう、これは。ちょっと見えないね、ポコタン。あ、中になんか、なんか入ってる中に。これは何、パンツパンツみたいなのが入ってる。ここから取り出すってことなのかな。ポコタンこういう系得意だもんね。あ、そうだね、多分ね、おもちゃをこの中から取り出すんだね。しかもその他にも何か入ってる。あ、靴下だ靴下も入ってる、これね、靴下。なるほど、この中からポコタンおもちゃ取り出すらしいよ。すごいね、中にね、靴下2足とパンツが入ってましたあ、これはポコタンが好きなやつ、たまごちゃん。起きたこの兜のところだけちょっと紙だから取ろうか。よいしょ。すごいね、この兜の折り紙も手作りだね、これね。はい、こんな感じでこれがついてました。これはね、もうポコタン大好きだよね、たまごちゃんねたまごちゃんにだけは見えないもんね。あ、これは僕にみたいですね。なんかクリームが入ってました、ありがとうございます。クリームと、あ、リップも入ってる。なんかこれはポコタンたちが僕の手とかを舐めても大丈夫なような素材でできてるクリームとリップみたいです、ありがとうございます。結構特にポコタンがそうなんですけど、僕の手とか顔をすごく舐めてくるから、こういうの助かりますね。あ、これはカフェマットだって。外で使ってくださいとのことです。結構コンパクトなんだって。お、すごいなんかしっかりしてる。はい、こちらですね、カフェマット。結構外でね、撮影することもあるので今度使わせていただきます。あー、なるほどね。ポコタンが以前ね、以前というか今もなんですけど、外耳炎になりやすいんですよ。だからね、これ耳上げ用のバンドみたいですね。すごい、2つポコタン耳上げられる、これで。よいしょ。どうやって上げるんだろう。耳だけってこと、こうやってやるってことこれ合ってるのかな。よいしょ、こういうことかな。耳上がってるかな。あ、でもちょっと上がってるね。あ、耳上がってる上がってる。へえ、こういうのもあるんだねおー、はい、続いてこれは無香料のシャンプーだって。ポコタンがハーブの匂いとかがあまり好きじゃないだろうから、無香料使ってくださいということでいただきました、ありがとうございます。
あ、これはおやつだよ、ポコタン。おやつ。おやつ反応したね。これ何？ビーフ&チーズだぜって書いてある。これはビーフ&チーズだけど、こっちはチキン&ミルク。あ、これなんか見たことある。北の極みっていう風に書いてあるんだけど、ここね、いろいろなもの出してるんだよね。ペットショップでも結構見たことありますね。美味しそうなんだよね、これね。これも北の極み。これはささみサラダだって。まあ、ちなみにさっきのこっち、もう一つの方はエゾシカ。エゾシカだよ、ポコタン。エゾシカ。これ食べてみる、ポコタン。チキンミルク。食べるかな、こういうの。開けたことないね。ちょっと開けてみようか。気になるね、ポコタンね。すごいなんか持ち手も食べれそうな感じですね。ちょっと大きすぎるか。あ、でも必死に食べようとはしてるけど。食べれる？お、ちょっと食べた？あ、少しずつちぎって食べてるね。おー、食べてる食べてる。あ、意外と食べれるね、ポコタン。最近は昔と違って果敢だね。大きくても何とかして食べようとするね。おお、すごい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 。これさすがに一気に食べるのは量が多すぎるね。また後であげる。また後であげるから、ポコタンね。また後で食べよう。また後で食べよう。後で。すごい美味しいんだろうね。何とかして食べようとする。はい、続いてこれはゼリーだね。ヨーグルト風味のゼリー。うわー、これはまた美味しそうなものがいっぱい入ってるよ、ポコタン。ドットワンからですね。ドットワン、カツオ。これ美味しそうだね、ポコタンね。ドットワンのおやつ好きだもんね。これもカツオなんだけど、ステーキタイプだね、ポコタン。さすがに密閉されてるから匂いはしないね。砂肝だって、これ。砂肝と、黒毛和牛ステーキ、きたポコタンの口が超えるやつ。美味しそうだね、ポコタン。これ今度あげるね。ご飯の時入れてあげるよ。ハイドロパウダー。水に溶かして飲むタイプなんだって。水分とか電解質の吸収性を高めた飲料水。夏の時期良さそうだね。結構暑いとね、ポコタンね、喉乾いちゃうからね。あ、これ助かりますね。うんちが匂わない袋2箱分ですね。ありがとうございます。コラーゲンシャンプータオル。最近散歩中めっちゃ使うの、これ。助かります、ありがとうございます。お、これは猫用のおもちゃなんだけど、ポコタンにどうかなということで。ポコタンはね、猫用のおもちゃでもね、楽しそうに遊ぶからね。あ、なるほどね、こういうのがあるんですけど、羽がね。これをこの玉にこうやってくっつけると、こういう風に動くおもちゃですね。これ食べちゃうかな。猫だったら食べないのかな。このふわふわな毛はちょっと誤飲しちゃいそうだね。こっちはどうなんだ。あ、これなの、2つ別々なんだ。別々なんですね。こっちにもできるし、羽にもできるんだ。へえ。で、これがこう動くと。ポコタンはこの玉だけでもすごく楽しんで遊びそうだけどね。ありがとうございます。はい、そして最後なんですけど、なんか箱が入ってました。これは何の箱だろう。あ、おやつの箱だ。すごいいっぱい入ってる。ポコタンチュール大好きなんだよね。ね、ポコタン。おうおうおう、まだ袋に入ってるけどね。さっきいっぱい食べちゃったから後であげるね。いっぱいチュール入ってる。うわ、その他すごいね。これまたポコタンが好きそうなおやつがてんこ盛りですね。これね、ポコタンにね、散歩の時結構あげてるんですけど、大好きなんだよね、ポコタンね。保存料、着色料、香料などの添加物が一切使われていないおやつなんですよね。ポコタンもね、大好きでよくあげてます。ありがとうございます。すごい、ポコタンいっぱいあるよ、これ。なんか一つあげようか。あ、これあげようか。とりあえずささみの筋。ささみの筋あげるよ、ポコタン。はい、というわけで今回もポコタンにたくさんのプレゼントありがとうございました。よかったね、ポコタン。これから少しずつ使わさせていただきます。すごい手でちぎりやすいね、これね。はい、おいしい。
美味しそうだね